デリマがほんまにまさか刺されるとはちょっとね、まあ、タイミングというかね、うん、日がねちょっと悪かったのはやっぱ雨の日は機嫌が悪いって言ってたの本当でしたね。ほんまに機嫌悪かったですね、うん、雨上がり即でしたからね。即ですよ。人間とすごく感覚的には似てるので。なるほど。だから理解できない生き物って怖いじゃないですか。怖い。でも犬とかってなんかよく知ってだいたいわかるから怖くないけど、蜂は知らない、蜂は知らないから怖いっていうのが多分あると思う。そう、もうずっと怖かったっすもん。そうそうそう。だけど案外ね、付き合ってみると人間とほぼ感情的なこととか、はい、その感情の起伏の原因とかって似てるんで、うん、そう思ったらあんま怖くなくなってきます。やたらめったに刺さないっていうことですよね。そうそうそう、本当は。だから原因はどっち側かというとこっちにあることが多くて、うんうんうん、あの刺したのかって言ってさ突き込んで刺しに行くのってないんですよ。スズメバチにしてもミツバチにしても、ね、だから、まあ、それが分かってくるとあまり怖くならない。ちょっとあのカバー外すときにあれ渋滞してたんで。あ、そうですね。そうね。僕気づかなかったけど、はい、うん、そのシーンちょっと今この辺に出してるんで。これねえ、あのなんでか分かんないですけど、この春はスズメバチが春から出てて普段はしてないカバーをしてて、でね、この3人だけやったんでちょっとね、あの普通は見学者にやっていただかないですよ。ああ、なるほどね。あの雨やったらもうちょっと離れたところに僕が箱開けて鉢を持ってて見せてあげるんですけど、まあ、今日はねちょっと今回は特別にリアルにね、やっちゃったばっかりですね。まあ、環境が変わってきてて普段来ない、うん、あのスズメバチが来ちゃってるっていう、そう、春から来ちゃってるようなことがあって、あとなんかその環境の変化で他にこのミツバチに与える影響っていうのはあるんですか？そうですね、例えば単純に温暖化しすぎると、はい、夏場に暖かくなりすぎたら卵を産まない期間が長くなっちゃったりっていうのがあります、はい、うん、で去年今年なんか雨がすごかったりするじゃないですか、はい、そう、長雨が今年もね、梅雨長いですけど、どっちかっていうと乾燥したところで育ってた、うちで飼ってるのは西洋ミツバチなんで、はい、どっちかって言ったら要はヨーロッパの気候に慣れてるわけです、はいはいはい、だからあんまりこう雨が多くて高温帯してたら病気が出やすかったりとかするので、うんうん、まあ、そんないろんな直接的な原因もあります。で間接的には花がこう早く咲いちゃう、はい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 、蜂ってこう冬場すごい少ない数で越冬して、で春からだんだん増えていくんですね、はい、こう増えていくペースがこうなのに増えてき始めたところでもう花終わってるやんってなったら蜜が集められない。そうか、ご飯ちょっと少ないみたいな感じ。そうそうそう。で今度こう、まあ鉢増えてきましたよ、まあ花終わってくる、まあでも他の花もありますよ、ちょっと貯めれますよってなって、今早めに梅雨が始まったって、はいはいはい、まだ貯めれないですよ、うん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 、っていうのがあって、なんでこうタイミングがこう花もとか昆虫とかね、いろんな気候とかね、うんうん、その梅雨のタイミングとかが全部ずれてくると、はい、もうすべて狂ってくるので、うん、計画通りに取るっていうのはなかなか難しくて、なるほどね、で蜜になる木とかっていう、まあ、花はちょっと あんまり蜜吹かないですけど、だいたい基本的に木に咲く花が多いんですけど、うんうん、木の花って木って成長するのに時間かかるでしょ、はいはい、だから僕らが木を植えてすぐにこう蜜になる蜜源っていうんですけど、蜜源を作ろうと思ってもすぐ作れないので、そうか、うん、だからこう自分たちの工夫ですぐに来年どうこうしようっていうのは難しい。この取りに行くこう範囲っていうか、うん、それはどれぐらいの距離まで？だいたい半径2キロぐらい。あ、結構行きますね、うん、2キロやったら、うん、そうですそうです。だからよくあの銀座のミツバチとか、はいはいはい、あの大阪のね2キロ範囲飛んでくんで結構蜜が集まる。なるほど、まあ、近所の公園とかまでは取りに行けると、そうそうそう、街路樹だったりとか、うん、ね、ところどころ緑地帯もあるし、なので集まる。ただまあその緑の量によって飼える蜂の群の数、はいはいはい、家族の数が限られている。そうか、やたらめったにやっても自然豊かやったらもう何十とか100とか飼えるけど、街中やったらまあ5ぐらいかなとかね、まあ、それは環境に合わせて、大きすぎたら今度食べ物の取り合いになるだけなんで、なるほどね、そうですよね、まあ、ちょっとずつ蜜を集めてきて、うん、まあ、暮らせる範囲の数で育てるっていう、そうです、で、まあ、その余分に取れた分を僕らは余剰分をいただくっていうのが正しい形なんで、余剰分が出ないぐらい買っちゃったらもう鉢だけでもう取り合いで、なるほど、こっち足りへんやみたいな、まあ、だからいっぱい置いていっぱい取れるってわけではないんですね。そうですね、うん、その地域の環境に合わせた数をしっかり考えて、うん、まあ、それを差し置いてももう最近では全然
取れなくなってるっていう状況はね、うん、そうですね、まあ、変動が激しすぎてちょっとなかなかね安定して取るのが難しい、うん、そうですね、まあ、そのだって、うん、ねあの僕たちがこう知り合いになった時って、うんうん、蜂蜜をむちゃくちゃね、うん、あの養蜂家としてやってらっしゃったと思うんですけど、うん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 、最近はもうちょっと減ったってことですね。そうですね、もう最大の時はもう5箇所ぐらいに置いて70箱ぐらいは買ってたんですけど、もうだけど蜂ってすごくこうお金がかかるんですよ。普通の作物って種をこう撒いて、はい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 、で種ってそんなに高くないじゃないですか。まあそうですよね、うんうん、蜂って最初に何万何十万ってお金かけるんですよ、うんうん、蜂にですか。そうですそうです、蜂自体をもう成虫で買ってくるっていう、そうそうそう、うんうん、そこそこいっぱいあるやつを買って育てる感じなんです、うん、まあ、はいはいはい、越冬させる部分ももちろんあるんですよ、うんうん、それだけだと血統がこうだんだんこう、ね、循環していっちゃったりして良くなくなったりとか、うんうん、あのやっぱりこう減る分があるんで、はい、継ぎ足しながら、なるほど、へえ、まあ、中に入れて、そうそう、次の代を育てながら、さらに追加で、そうそうそう、次の年も買って、でまたちょっと減るからまた足してみたいな形でいくんですけど、まあ、その最初の投資額が大きいから回収できなかったら、はいはい、なかなか継続が難しいんですよ。なるほど、うん、っていうところからいくと、こんだけ変動が激しいと今年取れませんでした、うんうんうん、じゃあ来年も頑張ろうっていうのがあんまり続くと、まあ、ちょっと予測が立てにくいってことですよね、うんうん、まあ、最近の農家さんも多分ね長雨とか台風で予測が立ちにくくなってると思うんですけど、まあ養蜂の業界でももうそれが結構来てるんですね。もうそうですね、だから十何年やってますけど、一番よく本当に思ってる想像してるような季節感で進んでったのって1回か2回しかなくて、あ、そんなにも、うんうん、国産で蜂蜜っていうと、うん、まあ、結構貴重なイメージ、うん、希少価値高いイメージあるんですけど、はいはい、全体の蜂蜜の中で国産ってどれぐらいの割合なんですか。もう 0.何% っていう状態、自給率は全然ない、低いです。じゃあもう 1% にも満たない。で、まあ、やっぱ国産ってその日本ってやっぱりこう、まあ、さっき言ったように高温多湿なこともある、はい、でやっぱりあの気候的にはあのヨーロッパだったりとか、ね、うんうんうん、北米だったりとか南米だったりとかちょっとこうもう少しこう涼しかったりする、あ、日が長かったり、まあ、白夜とかね、極端にそういうところの方がやっぱ取れるんで、うん、だからどうしてもこう高くなっちゃうんですよ。なるほど、うん、でまあ、集める時間帯も限られちゃうってことですよね、うんうんうん、で買える数もやっぱり違うので、うんうん、やっぱこう人口密度が全然、ね、ヨーロッパとか、ね、うん、そういうところと全然違うので、自然のこうバックにある自然の大きさというか違うので、そもそも養蜂ってもともと日本にあったもんなんですか。日本にはね、明治ぐらい、江戸の終わり、外国から入ってきた技術なんですか。今やってる現代の西洋ミツバチによる養蜂っていうのは基本的には海外から入ってきた。あ、そうなんですね。さっき見てもらった箱は1800年前後のところに開発された、はい、あれその前はもうどっちかというと狩猟、はい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 、野生のものを取ってくる、あ、山にいてるミツバチを、巣があったとしても巣を潰してしまって巣ごと潰して取ってた。あ、そっか、循環するって考えではなかったんですね。そうです、であの木の枠になったことで絞った後の巣も返せるようになったんですよ。あ、で返すことで効率よく取れるようになる、はい、で蜂もね、はい、巣もう一回作らなきゃいけないっていうことがなくなって、でその巣のところでも話しましたけど、巣は蜂蜜を原料にして蜂が蜜ろうを作って巣を作ってるんで、うんうんうん、はい、もう一回巣を作ったら蜂蜜減るんですよ。なるほど、うんうん、効率いいんだ。そうそうそう、っていうのができて、まあ、今すごい生産効率が良くなってるんですけど、うんうん、昔に比べると、うん、まあ、ちょっとバックにある自然が気候についていけなくなってる。なるほどね。でだからなかなか商売としては難しい環境に、うん、そうですね、だから、まあ今まで通りでは難しい、うんうんうん、だから商売をしようと思ったら、でもまあ蜂蜜はでも可能性はまだあって、はいはい、まあコーヒーとかと一緒でどっちかというと嗜好品なので、はいはいはい、まあ高価なものも存在する、まあ、そうですよね、そういうものを求める人もいるんですよ、うんうん、コーヒーでね、スペシャリティとかね、いろいろありますけど、まあ、蜂蜜もだから付加価値をつけて売るっていうこともできなくはないし、うんうん、あの蜂たちは1匹でどれぐらいの量を、まあ、よく言われるのはね、ティースプーン1杯、まあ言われますよね、一生のうちにっていう形で、それでどれぐらい生きて1年で死んじゃうんですか。働き蜂自体はすごく短くて1年も持たないんですか。1年ではないです、もう1ヶ月半とか、そんなに、はい、45日ぐらい、結構イメージより早いですね。早い早い早い、セミみたいな感じ。
セミの方がまだ幼虫も入れたらね、ね、すごい長い、まあ、でも幼虫時代が長くてもう働きっぱなしで、まあ、幼虫は短くて、まあ、これぐらい生きて死んじゃうからね。幼虫の期間も短いんですか。そんなに長くないです、ね、なので、まあ、それでまあ逆にどん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 入れ替わって、で女王蜂はその分どん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 産んでいくっていう、働いてで死ぬも過労死みたいな感じですよね。いや、まあ、そこまでかどうかわかんないですけどね。そこまでではない。ない。あれでもさ、さっき蜂蜜自分らで舐めてましたよね。舐めましたね。あれやっぱ餌として自分でも取り込んでるんですか。餌として食べる分もあると思うんですけど、彼らってすごい分業してて、はい、で生まれてすぐの時はあんまり危険がない仕事、うん、要は外に出ていかない仕事です、ね、うん、あの巣の掃除であったりとか子育てであったりとかっていう中の仕事をして、はい、そこそこ体がしっかりしてきて、まあ、僕らみたいな年齢になってきて、うん、働ける世代になってから危険を犯してもいいよっていうところで外に出て、蜜とか花粉とか、まあ、プロポリスの、ね、元だったりいろんなものを集めて取ってくるっていう仕事をする。へえ。取ってきたものをもうちょっと若い子たちが受け取る、うん、受け取って巣に貯めるっていう役をする人で、貯めたものを今度濃縮するっていう人がいるっていう、どん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 ちょっと分業されてるんですよ。すごっ。ちゃんと社会があの中で成り立ってるんですね。でこう日、まあ、年齢とか日齢によって仕事が変わっていって、うん、で最後一番年になったら門番になって、ああ最後門番、そうそう、あそこで体張るんですね。そうそうそう、でも最後やったらもうおじいが門番してるみたいな感じですね。そうそうそう、うん、もうこんなんして、そうそうそう、おじいとかおばあですけどね。その女王蜂はあとどうやって決まるんですか。まあ、女王蜂を育てる巣ができるんですよ、はいはい、でその子あのどんな卵でも女王蜂になる可能性はある、はある、まあ、オス蜂の卵以外はね。でそっか、生まれた時はじゃ決まってないんですか。オスかメスかだけは決まってます。女王蜂は生まれてから決まるんですか。生まれてから、まあ、生まれた場所とか、うん、場所、へあの巣箱の中なのに中でその女王蜂を育てる場所っていうのが作られて、そこに産みつけられるとずっとロイヤルゼリーを与え続けられてどん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 大きくなっていくんですけど、ロイヤルゼリーを与えられる期間で女王蜂になるかならないかっていうのは決まって、変異するってことですか。女王蜂に変異するっていうとちょっと語弊があると思うんですけど、大きくなる、なんかサイズはでかかったですよね。そうそうそう、だからやっぱり、ね、栄養いっぱいもらって、でも女王蜂はさっきみたいに寿命は短くなくて、ほっとくと5年ぐらいは生きてる。ね、でも産み続けなダメなんですよね。うん、まあ、産む量が減っていくんで、僕らはちょっと、まあ、女王蜂はね、あの新しいものに変えていきますけど、まあ、多い時は2000個ぐらい卵を産んで、うわすごい世界やな。でもその女王蜂はあの巣箱の中に1匹じゃないですか。1匹ですね。で、ある程度の期間が来たら、はい、次の女王蜂を育て始めて、うん、2匹にはならないですね。ならないです。それはもうこの子たち同士が喧嘩になっちゃうんで、もしくは働き蜂が攻撃しちゃうんで、もう生まれる前に、生まれる直前にもともといた女王が半分引き連れて引っ越ししちゃうんで、それがいわゆる分蜂っていう。そうです、そうです、うんうん、で新しい自分の巣を作る、うん、そうそうです。なるほど、そうやって回っていってるんですね、うん、すごいな。それはあの西洋ミツバチも日本ミツバチも基本的には同じ生態なんですか。分蜂は一緒ですね、はい。でもちょっとなんか日本ミツバチの方が繊細っておっしゃってましたもんね。まあ住む場所に対しては結構シビアで、すぐに引っ越しちゃう癖があって、うんうん、西洋ミツバチはあんまり引っ越ししないので、まあ、あの業として買うには西洋の方がやりやすい。趣味とかやったら、まあ、取れなかったわで住むやったら日本ミツバチの方がおとなしいし、うんうん、日本ミツバチの蜂蜜って売ってるやつは、うん、なお希少価値が高い。そうですね、集める量自体も少ないし、まあ、その確実に取れるっていうこともないので、まあ、それはもちろん希少価値があってしっかりだと思いますけど、うんうんうん、でも味的にはどうなんですか、うん、香りとか味は好みの問題なんで、その、まあ、ちょっと酒食べてもらったのちょっと明石山地にちょっと華やかな感じで、はいはい、あっさりしてる、であっさりしてる方が好きな人もいるし、百花蜜みたいな、うんうんうん、百花蜜って言ってもその春よりのもの、秋よりのものとか、ね、うもう場所とか箱によって全部味が違うんで、うん、はい、だからまあコクがある方が好きとか、ね、人によってはちょっとこのめっちゃ癖あるけどこれなんか風に効きそうとか、うん、まあね、料理されるんでそのこの料理にはこの味が合うなとか、はいはいはい、確かにそれはありますね、ね、あるじゃないですか、うん、そうか、じゃあ西洋ミツバチも日本ミツバチも同じ花のとこに行って蜜を取るというのは変わらない、ね、そうですね。ただ日本の方がいろんな花に行きがちなので基本的には百花蜜になりやすい。あ、そうなんですね。花の特徴が出やすいのは西洋ミツバチ、
で食べる量も多いし濃縮する期間も短いんで。日本ミツバチって、うん、そっちの方が養蜂家としてストイックみたいなイメージがあったんで、うん、実際でも商売としては難しいってことなんですね。そうですね、うん、それだけでやろうと思ったらよっぽどいっぱいの巣を置いて、うんね、そのうちの何パーセントが入って、うんうん、それが何パーセントがちゃんと1年がいてくれるかみたいな感じになってくるんで、まあ、場所とか、ね、巣箱を置ける数によって。そうですよね、環境によってだいぶそれは変わっちゃうっていう、うんうん、で安定してやるのはより難しい、うんうん、それで商売しようと思ったらさっき言ったように付加価値つけて、はいはいはい、ね、ある程度工夫するしかないかなってスーパーとかね、うんうん、こう店頭に並んでる、うんうん、蜂蜜っていろいろあると思うんですけど、はいはい、高いのもあれば、うん、ちょっと安いねっていうのもあるじゃないですか。ここの違いってどんな違いがあるか少し教えてもらえますか。ねそれって本当難しくて、はい、だからまあやっぱ手をかけててお金が高いものもあるし、うんうん、まあ、単純にまあ労働ね、労賃が安いところで生産してたらもともとの原価が安かったりするわけだし、うんうんうん、でまあ当然間が入れば高くなっていくんで。なるほど。単純にその見た目のだけの値段で言い悪いってのはつけづらいんですよ、うんうんうん、オーガニックとかついてたりとか、うん、まあ、やっぱり希少なものであったりとか単価密で珍しいやつがやっぱ高く値段がついてたりすることが多いですけど、うんうんうん、価格だけで見分けるのはすごい難しいですね、うん、だから僕もその自分の蜂蜜に値段つけるのってすごい難しいところがあるんですよ。そうですね、だってね毎年取れる総量が違ったら単価変わってくるわけですよ、うん、変わるね、労働力は同じでも。そうかそうか。例えばあのいっぱい取れる国、はい、カナダであったりとか、まあね、アルゼンチンであったりとかっていうとこはやっぱ取れる量が違うから、うんうん、比較的もともとはやっぱり安かったりするわけです。そうか、まあ、同じ労働力でも生産量が違うと、うん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 、そうかそうか、まあ、もしくはその正当な方法じゃなくて量を増やしているとか、うん、いろんなこうね、まあ、もう偽装とかねいろんなことがありますけど、はい、まあ、そういうものはもうちょっと、まあ、ちょっとね比較対象外なんで。なるほどなるほど、うん、加糖しちゃうってことですか。加糖しちゃうのは最近あんまりないですけど、うんうん、まあ蜂にまあ別のものを集めさせるとか、あ、こっちに例えば蜜置いといて花じゃないのを取りに行かすみたいなっていうこともあるかもしれないし、あとは薄い状態で集めてあの濃くするとかね、うん、人工的に濃くする。やっぱ値段にはそれなりの訳があるってことですよね。そうですね、うんうん、まあ、でも、まあ、悪いものが高くなってる例はあります。あ、それ見分けるのちょっと難しいですね、うん、安いものはもう絶対に何か安い理由があって安いんだと思うんですけど、うんうん、それ立ち悪いな高いのになんかされてるっていう。そうやね、うん、なんか感じのいいパッケージとかされてたらね、ちょっと難しいですね、うんうん、見分けも、まあ、僕らでもなかなか見分けがつかない、失敗しないぞみたいな、ここのやつだったらみたいなのはあるんですか。なかなか難しいですけどね、そこ具体的にここで名前出すんかみたいな感じですけどなんかもうこういうマークがあった、うん、あるやつは大丈夫だとか、ここの国のやつは比較的大丈夫ちゃうとか、もう国だけではちょっと判別できないですね。でこの国産の日本人がやってる、ようん、あるじゃないですか、道の駅とかに置いてる、うん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 、ああいうのは信用していい、大丈夫なんですか。日本でも偽装がやっぱり出たりとか検挙されてるっていうことはあるので、うん、あるんですね、うん、意外と、うん、そうか、だからこう一概に全部が大丈夫とは言い切れないのは、うんうん、ただまあ生産者が直接売ってるものは比較的まだまだね、うんうんうん、安心できるかな、まあ、仕入れて売ってるところは、まあ、農家さんの、ね、責任感、売ってる人の責任感が2つあるんで、はいはいはい、うん、そうかそうか、うん、じゃあやっぱりこうね、うん、今日来させてもらったような感じで、うん、やっぱこう顔の見える、うん、生産者さんの元でこう買っていくみたいなことね、まあ、それが一番ですよね。手軽に手に入れようと思ったら、うん、まあ、その裏にはとんでもないことがね、うん、隠れてるかもしれない、知れないというね。で、まあ、比較的日本人でいっぱい蜂蜜食べないじゃないですか、西洋みたいにね、うんうん、だからこう、まあ、安いものをいっぱい買おうっていうのはなかなか、ね、うんうん、ちょっとリスクもあるのかなっていうのもあるし、うん、でも蜂蜜ってどうやって食べます普段。蜂蜜は、うん、こうなんかバターパン焼いてね、うん、バター塗ってそこ蜂蜜塗って、うん、でそのスプーンを
えんってする。まあそうだね。なんか加工するというよりかそのまま食べるのがやっぱ一番うまいような気しますよね、うんうん、できるだけなんか手を加えずにシンプルにこういただきたい感じはありますね、うん、やっぱり、うん、もうね蜂の巣でも完成されてる食品なので、うんまあ、それをできるだけ僕らも手を加えずに瓶詰めしてそのままお届けしたいっていうのがもともとはねやっぱりあるので、うん、1日1スプーンぐらい行きたいですよね。行きたい行きたいなかなかねそのそうなんですよ。そのままでできづらくなってきてる。そのまあ高湿度が高いとか取れないっていうのがあるので、まあ、なかなか僕が今まあ、ほとんど、まあ、カフェでの消費だったりとか、うんうんまあ、加工品に、まあ、逆に糖度が低いから加工品にしちゃうとかっていうことがあるんですけど、うんうんまあ、本当はもうちょっといっぱい作ってねお届けできたらとは思うんですけど、まあ、逆にこういろんなこう、まあ、見なきゃいけない視点とかが、まあ、やった経験からあるんで、うんうんまあ、いいものを選んでお届けすることもしたいし、まあ、逆に興味みたいな感じで見てもらって、うんうん、蜂のことから環境のことを知ってもらったり、うん、してもらいたいなと思って。まあね、いろいろ勉強になりましたね。いや今日も本当に勉強させていただきました。もう蜂にも刺されてよかったです。アレルギーがなかったよかったです、ね、ありがとうございます。じゃあそんなところで、はい、そうですね、いろいろ今日貴重なお話ありがとうございました。またもっと詳しい話とかブラックの話が聞きたい場合は直接見に行っていただければと思います、ね、ここでは出せない話もいろいろありますので、ね、でね、またぜひ皆様よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。はい、さよなら。カクテルのノンアルコール版でございます、これはね、蜂蜜はもちろんたっぷり入っておりますので成功でーす。てれー、これいいね、使い放題こんなことある。こちらでございます。今日はね、初めてのこの共同作品ですね、はい、すごいなー、これいいじゃないですか。